どう食べるんやろ。柔らかいな、ちょっと、マンゴーみたいにこう食べるのかな、ルイスコやったらどう、私やったらじゃあここをちょっと何ひょってここ切って、マンゴーみたいに、マンゴーみたいに切ってみる、なそうしよう、ナイフないかな、好み、ちょっと食べてみていい、あ、二つに切る、あ、なるほど、中を食べるってこと、あ、中ジューシー、ちょっと、わあ、なんか思ってたんと違う、種もある、なんか木の匂いがする、ちょっとここ食べてみる、種が、何これ、おいしい、なんかパイナップルみたい、あ、ほんまや、でもリンゴみたいな、食物繊維いっぱいっぽくない、にゃーっと多分間違ってるよ、調べればいいのに、でもこのジュースが美味しかったよね、そう、芯がやっぱり硬いから、よし、じゃあ調べよう、そう、多分食べ方多かった、これを、こうちっちゃく、皮の周りが結構甘い、本当、こう、おー、いい音、絶対超にいいよこれ、これ見て、ジュースが出るやん、これがあれ、ジュースになるの、芯がこうやって取れるのかな、ほんまや、これ熟してないんじゃないかな、いや、こういう味だと思う、クリーミーって書いてあるよ、そう、クリーミー、全然クリーミーじゃないけど、食べ過ぎてお腹痛くないから、やっぱりこれユウスケ熟してないよ、果肉をスプーンですくって食べますって、ちょっとやめた方がいいかも、めっちゃ硬いけど、熟してない果物って時々体に負担かかるから、あ、そうやな、ほらスプーンですくって食べるって、クリーム状って言って、果肉は柔らかくて繊維質、めっちゃ硬いけど、じゃあこれまだなんじゃない、まだなんか待たなあかんかな、大丈夫かな、ポリポリ食べる方やと思った、ポリポリ、俺ポリポリなんかスナックみたいに食うかなと思ってたけど、マレーシアの人はどうやって食べるのかな、もうちょっとこれ保存しようか、そんなことしても戻しても意味ない、スプーンで食うの、スプーンですくって、俺も食べてておかしいなと思ってて、なんでこんなシャキシャキなんやろ、でもさ、もし原始時代に戻ってさ、森に落ちてたりしたらさ、いや、そうやったら食べるんだよ、なん、食べる、